橋本ホビーへようこそ。今回はこれということで、ギザプロダクツのねものを買いました。ちょっとビニールくちゃくちゃになってて見づらいんで開けていきましょう。じゃんと、こういったものですね。まあこういったね、ものですね。総ガイドっていうのかな、総ガイド、まあそういったものです。で、これ何をするものかっていうと、ここにね、ノコバを入れて切っていくものですね。ここがノコバが入るところ、この隙間。で、このネジでこのプレートが閉まってるんだけど、ここのプレートとこの内側に入ってるプレートね、これを入れ替えることで分厚い方がカーボン用かなを内側にする。で、最初からセットされてるのはアルミ用かなっていう感じです。まあノコバのね厚みに合わせて変えてあげるっていう形ですね。で、これねどうやって使うものかっていうと、ちょっと準備するね。こうやってね、万力があったら、これを開いてあげる。そしたら、ここね、ここを噛んであげる。ぎゅっと噛みました。そしたら、こういったね、シートポストだったりとか、フラットオーバーね、クロスバイクとかマウンテンバイクみたいなハンドルね、ああいったものをここに穴に差し込んであげて、でぐる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 と締め込んであげる。まあ本当はもうちょっとギュッて締めると思うんだけど、さすがにねもうノコまでは出しませんが、でノコをねこの隙間に入れてギコギコと切っていくよというものになってます。なので斜めに切っちゃったりとかね、ギザギザになっちゃったりとかね、そういうのを防ぎやすいかなといった印象の工具です。で、これね、まあ言ったらあれよ、食パンを切る道具あるじゃん。切ってない食パン買ってきてね、綺麗に四つ切りだったり六つ切りだったりね、まあサンドイッチだったら八つ切りとかね、そういう感じでスライスする時のさ、こういう隙間に包丁を入れて切る道具あるでしょ、あれと同じものですね。まあそれのこういったパイプ用のものってことになります。で、これでねギコギコと切ってあげれば、まあおおよそねまっすぐ切れるよというものになってます。で、今ねロードバイクのねシートポストを注文していまして、まあまだねしばらく届きそうにはないんですが、まあそれをねカットするために買いました。で、この手の工具はねメーカーはいろいろ出てて、 Amazon で買えるのもいろいろあります。で、自分はね送料とかいろいろ含めて考えた時にギザプロダクツがね良さそうだなと思ったので買ってみました。まあこの辺の工具はねどうですかね、実店舗に行って買うっていうのもいいかもしんないですけどね、なかなか置いてないんじゃない、自分でさカットするよっていう人あんまいないんじゃないかなと思うので、スポークのさ転造機とかさ、ああいうのもさ基本置いてないじゃん、自転車屋さんに。自転車屋さん自身は持ってたとしてもなかなかねお客さんに売るっていう道具ではないのかなっていう気はするんですけど、まあこういうのがあるとね気軽にシートポスト交換とかねできるんでいいかなと思ったりします。で、これねノコで切ったら切りっぱなしでいいっていうわけじゃなくて、普通ねこうちょっとだけね斜めに面取りしてあるんだよね。だからヤスリでゴリゴリとね角を取ってあげるっていう作業は必要かなと思います。で、ここにくっつけてさぐる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 回して切るパイプカッターっていうのあると思うんだけど、パイプカッターって切るときにこう食い込ませて回すので両端がこう盛り上がるんだよね。だからシートポストみたいにフレームに差し込むっていうものだと太くなりすぎちゃって入らなかったりだとか、
あとね、ハンドルの場合もね、こう端っこが太くなっちゃってグリップがね入りにくくなったりとかいろいろするので、まあできればねノコで切ってあげるのがいいかなと思います。ノコで切るデメリットは、まあこういう装置がいるっていうことぐらいかな。まああとカーボンも切れるし、これだったら。自分はねあんまりカーボンのものを使ってないんですが、カーボンをねお使いの方はカーボン用のね刃を準備すれば、これでギコギコと切ることもできるよということになります。あとね、これがあるとフォークのコラムカットとかもできますね。ただフォークのコラムカットはね、完成車の場合にはもうすでに中にナットが入ってるでしょ。あのカーボンのやつはねネジ緩めればスポット抜けるんですけど、アルミの場合は叩き込んであるんで、まあそれの問題、切るとこにちょうどさそいつがいるんで邪魔だよねっていう問題と、まあそいつをもう一回叩き込む工具がいるっていうことと、あとはね切る場所をね間違えないようにしないとね、あのフォーク系は取り返しつかないんでね、シートポストなんかはね気軽に変えますけど、フォークなんかはまあ変えますよ。補修部品としてメーカー注文してね買うことはできるんですけど、何万円とかしちゃうんで、まあその辺はね気をつけてほしいんですけど、まあ切ることもできるよなーっていう気はしてます。でこれは一応アルミとカーボン用っていうことなんですよね。で鉄のバイクに乗られてる方は一応切れると思うんですが、手の子じゃ大変だよ、鉄のパイプ切るっていうのは。なので電動工具の方がいいかなと思います。電動工具でもあの 手持ちの電動工具をさここに差し込むっていうと結構乱暴な感じになっちゃうんで、もうがっつりしたねあの工具があった方がいいかなと思います。こういう風にもう固定する台が下についてて、上から刃物がギコギコ自動でね切ってくれるような機械とかがあるといいかなと思います。あとはまあ鉄の場合だと高速カッターっていうのもまあ一つありかなと思いますが、高速カッターは結構ねあの熱持っちゃうんでね、まあその辺はありますよねっていう感じですが、まあまあ鉄の場合はねちょっと厳しいんじゃないかなというふうに思います。手で切るのはまあ切って切れないことはないでしょうけどね、切って切れないことはないでしょうけど結構大変かなと思います。でそうだそうだ、なんでねこの工具がいるのかっていう説明をしてなかったんですが、交換用のシートポストをメーカーからね取ったりすると同じ長さのものが来るんですが、汎用品っていうのを買うと長いんですよ、このシートポストっていうのが。っていうのがどういう自転車でどういう風に使うかわかんないからっていうことですね。スローピングのきついねトップチューブがぐっと下に下がってるフレームだと、このシートポストの突き出し量っていうのが大きくなっちゃいますし、それこそ折りたたみ自転車だったりとかそういうのだとすごく突き出し量が多いので、まあさすがにね折りたたみ自転車を考えてっていうことではないと思うんですが、あのパイプがね長いんですよね。でパイプが長いとどうなるのっていうと、ドリンクケージのねボトルが内側に出てますんで、フレームの内側ってそれ以上入んないんだよ。でそれが問題になるので、純正と同じぐらい、もしくはこういうシートポストってマークがついてんだよ、ミニマムっていう長さのね、まあそこの長さを測って自分がこういう差し込むね、ここまで差し込みますよっていう風に決めたら、そっからそのミニマムの長さね足して、まあ、プラス 2,3 センチとか足してから切っちゃうみたいな。そしたら 2,3 センチはさ上げれるじゃない。まあ大人の方だったら 2,3 センチでいいと思うんですが、子供のだったら、まあ、身長がねまだまだ伸びるよっていう年齢の方だったら、まあ、10センチ、まあ、5センチ、10センチとかね残して、なるべくね長く残して切ってあげるっていうのがいいのかなっていう気はしますけどね。まあ純正の長さで切ったり、まあ軽さをね求めたいよっていう方は自分のねシートポストの突き出し量からミニマムのね長さを足してプラス余裕ね何センチか余裕を残して切ってあげるっていうのがいいのかなっていうふうに思ったりします。ということでね、ちょっと主役がね映ってなかったんでこちらにね取り外しましたが、
今回はね、こういった、軸って言ったらいいのかな、パイプをねカットする用の総ガイドっていうものをね買ってみました。この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。 X とインスタの方もね始めてますので、気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。本日はこれまで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。